神木隆之介が主演を務める NHK 連続テレビ小説、らんまんの新キャストとして、浜田龍心、遠藤さくら、乃木坂46、松岡晃大、本田望結び、海宝直人、中川大志の出演が発表された。元作は、日本の植物学の父、牧野富太郎をモデルとした天才植物学者、牧野又郎、神木隆之介の物語。時代は明治維新から激動の大正、昭和そして未曽有の敗戦へ。そんな混乱の時代の渦中で、ただひたすら愛する草花と向き合い、明るい眼差しで生命の多様性を肯定し、続けた又郎の喜びと感動に満ちた人生を描く。新たに発表されたキャストは6名。高知の遍路宿、各家の息子で又郎の助手となる成長した山本虎鉄。少年期は寺田新浜田。又郎と末子の娘、千歳を遠藤が演じる。千歳は後に虎鉄の妻となる。又郎と末子の長男、百喜びを松岡。又郎と末子の末娘、千鶴を本田。銀行員だが後に鉄道事業などを手掛ける大物実業家、小林。一三を解放。叔父の莫大な資産を継いで資産家となった青年、永森徹を中川がそれぞれ演じる。コメント、浜田龍心、山本虎鉄役。今回初の朝ドラ出演で、主演の神木さんとも初めてご一緒させていただき、また10年前の虎鉄を寺田新くんが演じてくれていたり、久しぶりの土佐弁の役だったりと、とても嬉しいことが重なっている現場でした。3週ぶりの虎鉄を、皆さんにお届けしたいと思っています。よろしくお願いします。遠藤さくら、牧野千歳役、らんまんという世界観に自分が参加していることが今でも信じられなく、大きい緊張感を持って撮影に挑んでいる日々です。共演の方々はとにかく優しく温かく、素敵な現場に刺激と学びをいただけていること、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。千歳として、その一員になれていることをかみしめながら、皆様に精一杯ついていけたらいいなと思っています。毎朝のワクワクを一緒になってお届けできるように頑張ります。ぜひ、よろしくお願いいたします。松岡晃大。牧野百喜び役、念願の現場に参加できる機会をいただけて、大変光栄です。脚本の永田郁恵さんは、数年前ワークショップに参加したことがあり、演出の渡辺義雄さんとは11年前、夜、ドラ、眠れる森の熟女でご一緒させていただきました。不思議な縁の存在を感じずにはいられませんでした。百喜びはとても聡明なことがセリフから伺えます。そして、特実な人間です。父に何か進言するときも、自由奔放な父を否定することなく、世論や社会の状況の事実確認をした上で話を進めていきます。既存の価値観やルールに縛られない生き方をする父を、誇らしく思い尊敬し、どこかに羨望の眼差しがある人物だと感じました。撮影初日、リハーサルを行う僕のことを遠くから目を離さずに見ている神木さんに驚きました。神木さんとは出会ってから10年以上経ちますが、お互い役名で呼んだことはなく、先輩後輩の間柄なので、役名ではなく、広大と呼んでしまいそうと、言葉を漏らしていました。その一言でこれまでが想起されて、温かさが心に染み渡りました。大きくなった子供たちが、父をどのように支え生きていくのか、見守っていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。本田望結び、牧野千鶴役。26歳からの千鶴を演じさせていただきます。本田望結結びです。役者人生16年目にして初めての朝ドラ。子役を始めた頃からの憧れでした。お母さん役の浜辺美波さんとは、実年齢は4歳差ですが、劇中では32歳差で、そこに朝ドラっぽさを感じています。牧野家の一員でいられる時間を大切に、役者としても1秒も無駄にせず吸収させていただきます。海宝直人、小林、一三役。今回、阪急電鉄の創業者で、宝塚歌劇団をはじめ、日本の演劇の礎を築いた小林一三さんを演じさせていただきました。日頃、演劇に携わっている人間として、とても光栄に思います。和やかな空気流れる撮影現場で、浜辺さんはじめ素敵な皆さんと一緒に芝居ができて幸せな時間でした。食事をしながらのシーンでしたが、これが本当に美味しかった。ぜひ皆様そちらにもご注目ください。中川大志、永森徹役、神木くんから名前が上がっていると聞きました。断る理由はありませんでした。
朝ドラで流れる時間は長い長い旅のような、果てしないようで、儚い時間だと思います。爛漫が歩んできた、積み上げてきた旅の一部になれたことを嬉しく思います。神木くんと浜辺美波ちゃんと久々にお芝居できると、浮かれておりましたが、撮影はここ最近では、信じられないほど緊張しました。笑い。突然現れた長森徹という男が、マタロウのその先に向けて、何かバトンを渡すことができればと思います。どうかお楽しみに。